いやちょっとあなた早いですよと、桂跳ねます銀が出てくる風で支えといて、桂、まあ、桂跳ねてみますか、これ桂跳ねてみますか。あなたが後手です。よろしくお願いします。対局開始。へいらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでね、今回ね、相手の方がノーマル四間飛車ですね。角交換しない系の、四間飛車ですが、まあこの場合後手番なんで、後手番のミレニアムでやっていければと思ってます。まあまあじっくり組んでいきましょう。まあ若干なんかこう穴熊に合わせて箱入り娘にしとこう。で、端はね、ミレニアムの場合つかない方針でいきたくて、なんでかっていうと、この、ここに2手、1手かけてくれてる間に、まあ中央で整備しちゃおうってことなんですけど、まあここの辺はね、まあこうミレニアムマニアな、あの、手順なので、まあ受ける人は受けるんでしょうね。受ける人は受けるんでしょうけど、まあ、今回はちょっと、それよりも先に中央で手作っときたいなという将棋でございます。ミレニアムが来い、ミレニアムが来い。さて、この辺までね、まあ、通いになる道なので、まあそれついてくるんですけど、角引いてここのラインで狙っていきましょう。さて、まあここにか銀がいるんでね、あの金寄って銀くっつけていく感じにしましょうか。さてさて、まあ通いになる道、おお戻ってきた。これはここ上がってこようってことか。上がって上がってみたいな。引いて上がって歩つきますか。引いて、うん、どうだろう。むずいな。いやこれ桂馬跳ねる手もあるんやけど、まあ、今すぐは跳ねたらちょっとなんか嫌な感じする跳ねる手もまあなくはないんやけど、ちょっと陣形整備したいな。これ待てよ、1手2手かけるよ。1手2手は1手2手の時にこっち歩ついてくる？それは角飛び出したら銀引くのか。いやーまあそうね、どうするんだろうか。難しいな、この銀がどこに行くかなんですよね。まあ引いたところは多分立て直してくるっていう話なんでしょうけど、かといってこっちからついていく手に関してはまあ銀取りになってないもんね。この銀下がりを咎めるならやっぱ桂馬飛んでいく。いやちょっとあなた早いですよと、桂跳ねます銀が出てくる風で支えといて、桂、まあ、桂跳ねてみますか、これ桂跳ねてみますか。まあ、今すぐ歩が手に入る様子はないので、まあ跳ねといてどうかなみたいな。でもうちょっと言うと、角合わせる手もあるんですよね。角合わせて、まあ取らせる間に角合わせてみたいなか。これでまあ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 一旦ちょっとこのスラインでこの変化やってみましょうか。まああなた歩ないんでどうですかっていう、ないんでこれでどうですかっていう、すぐの仕掛けないでしょうってちょっと言ってみたいんですけど、例えばまあ銀引っ掛け、まあ銀くっつけますよね、くっつけますよね普通。まあまあそれはどうぞって感じで、あここついてくるのかな。ついてきても同歩同香、まあ香車得して、うん、ここの香車とまあ桂馬の交換って感じかな。まあまあでも取りますよね。いやこれ歩が手に入る、一回香車か。まあ香車走って歩なら7分、まあ相手は歩手に入ったんですけど、まあまあ香車走るよね。走ってここに歩打ちたいってこと。いやそれはこっちかな。ああ、まあ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 、これは走って。
で飛車走ってまあ香車取ったら桂馬取れるし桂跳ねならあーそれは桂馬取りますか桂馬取っていいよねここの桂馬拾っとる暇はさすがにないと思いたいんだがないと思いたいと思った瞬間に打たれてどうすんかなちょっとゆっくり考えましょうか。そうですね。桂馬は俺のやろ。まあ、瞬間、桂は生きとる。桂馬は俺の。香車は俺のやろ。桂馬俺の。桂得。まあ、桂の交換になりそうって感じか。でやるならば、そうね。桂馬なりせて、金上げさして、か、一回先に角といて、まあ、飛車の逃げ場所聞くかって感じ。角、この辺かな？なんかここやったら、一歩浮かれて角に当たるの嫌やから、ここかな？で、どこに行くんですかと聞いた上で、って感じ？なんか角打ちたいよね。端攻めがないからね。垂れ歩とかもないし。そうね、角打ちとかかな。まあ、香車とかもね、あるのかなとか思ったりするんですけど。まあ、香車？香車、取られて取って、取られて、歩突いて同歩みたいな。歩突きます、下がります？わかんないけど、攻防の角はこの辺とか。まあちょっとね、時間がね、相手の方全然時間使ってなくて、もう俺の方がね、結構消費しちゃってるんで、まあ、これで銀がこっち側に下がるしかないやろ。飛車、香、まあ香、桂馬打っときますか？桂馬打って、歩を突き捨てる感じにするか。まあ、これは1枚剥がさせてもらいますか。銀桂でって感じ。え、取られて突いて、突いたら横が効いてくるもんな。飛車はここで追ってほしいな。まあそれは取っといて、で飛車いじめながらがいいかな。まあ、銀引っ掛けますか？か、ここに香車かな？香車やったら？いや、銀引っ掛けが一番早いかな。引っ掛けます、浮きます、角成ります、ここ来ます、歩突きます、みたいな。銀、金。まあ、これはこっち行って。ここに来るかなって思うんですけど、そっちなんや。へえ。それは一回こうやってやっぱ銀活用したいよね。まあ金と交換になったら嬉しいなって思ってて。一応、飛車、まあ、竜、馬、銀、香の4枚の攻めなんで、繋がるとは思う。で、いいタイミングで、ここ、歩突きすることによって、馬をこう、自陣に効かせながら、ここの歩を切ることによって、底歩とか、まあ、垂れ歩とか、まあ、やっていければなと思ったりするし、この場合は、同馬で取っといて、ここ次、2枚替えがあるんで、で、それはこっちに引きたいかな。こっちに引いといて。まあ、飛車ちょっとこうね、圧力かけながら、馬ができていいんじゃないと思ってるんですけど、まあ相手は相変わらず歩切れと。
だから香車、おー、なるほど。それは竜あたりにやってます。あ、銀剥がせるから、まあこっちでしょうね。で、銀剥がして、で、あなた歩切りです。香車打ったらどうすんの、香車打ったらどうすんの。避けたら竜切って同玉金打って角打ちからなんかありそう。それはこの桂馬がいつまでも避けれませんよっていうことで、金打ちじゃね。一回守っとくか。一回守っといて3分っていう手が良さそう。まあ飛んできたら同銀同飛車でこっちぶっちみたいな感じでどうかな。あー、一回ね。まあでもそれは金打ちがあるんだよな。金打ちですかね。相手から取らせないという意味だったらこっちかな。飛車おらんくなったら、取れますよと。あ、だから、そっちが先っていうふうに言ってきたんだけど、それは飛車取っといてどうかな。こっちか、こっち行って取らせて香車か。わからんけど、でも小瓶開くのはいいってな気がするんだけど、どうなんやろ。わからんな。この飛車とこの金とどっちが価値高いって言われたらっていう話なんで、まあこっちかな、こっちな気がする。で、香車走って、で、なんか攻防の角とかここに移ってみる。いや、これ寄ってくるんか、寄ってくるんから、桂馬かな。で、取っといて、歩で角のラインじゃないよね、なんか違うよね。銀打って、銀取って、銀で銀ここに打ってくるかな。まあでも銀剥がすかな。まあ、1枚ずつ剥がしていきましょう。取ったら取って、まあ、銀打ってもここに打てるんで、ここに銀打つ、受けるならそこに打つみたいな感じかなって思ってて、まあ、でもこれ1枚剥がしといて、まあ、同銀でしょうね。で、ここに打つ、そこに効くんか。まあ、でも銀打ちよね。1分30秒。それは、それは、さすがに取っといて、まあまあまあ、そこに打ちたくなる気持ちはわかる。これは一旦避けときたいな、避けときたいな。避けるならどこかな。まあ、もう一回ここ、ここか。あ、ここね。まあ避けといて、駒得はしたよ。いやー、角打ってきたー。そうか、そこにあるんか。で、やるならば、まあ、ここも下がっといて。これ、ブッチがあるか。まあ、ブッチしてきますよね。まあ、ブッチだよね。こっちか。こっちか。金打ってきた。俺も守っとこ。まあ、ブッチ来て、これ時間切らしに来てますね。それは上がっといて、それは分からんけど取っとくか。時間がないんですよ。受けてもらうて、いやー、これ寄せれるかな、寄せれるかな。いやー、時間が30秒。いやー、時間がどうすんだこれ、どうすんだこれ。角か、
って20秒、それは振ってとっ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 て、わからんか、わからんくなった。いやこれ絶対キラシに来とるよね、絶対キラシに来とるよね。強者打ち、小瓶から行く、強者打ちか、強者打ちやな、ここに強者打ちたいな。強者打ってバラバラバラっとできるかな。いや強者打って、金か銀か、金か金やな、金からやな、金から行きたいな。1枚2枚3枚、1枚2枚3枚引いとるけど、金って銀、銀6銀、いやーめっちゃ埋めてきた。でそれは取っといて、で取って打って打って桂馬打って、まあ銀打って、いやーそれは取って、いやー時間切れですよね、時間切れですよね。はい、ありがとうございました。内容的には良かったんですけど、やっぱね時間切らし戦法に弱いことが分かったんで、まあね攻め筋ちょっと勉強していこうと思います。はい、感想戦やってきます。今回ね、まあずっと俺が良かったみたいなんですけど、まあ内容で良くても時間で切らされるっていうのが将棋坊主なんで、まあそこは時間に対応していきたいなと思ってるんですけども、34手目、桂馬跳ねるかどうか迷ってたとこで、まあよく考えればこれ銀が行って損してる形になってるんで、端ついとけば得っていうことですよね。まあ戦後が入れ替わった形になっちゃうんで、まあそうですね、まあ今度からそういう風にしましょうか。あなたちょっと損してますよと。はい、で54手目で桂馬をねここに捨てとく、小瓶に捨てとく手の方が良かったみたいですね。例えば同桂なら多分いきなり桂馬打ちとかあるんでしょうね。かといって同銀は金が取れちゃうんで、桂馬捨てがいい手なんですね。なるほど、これは確かに納得の一手ですね。これ思いついた人いたらやっぱぜひコメント欄で、いや俺それ見えてたよって言ってください。まあ同玉になるんでしょうね。で、強者打ちとかで玉がどんどん釣り出されて、これは怖いですね。歩切れなんだ、そっか。まあまあ桂馬打ってくるぐらいなんですけど、桂馬足しとくとかで全然いいよね。あ、これはこれこっちの勝ちだわ。あ、これが見え、あーなるほどね、そうかそうか、具体的にそういういい手がありましたか。はい、で本譜の140手目で一応13手詰めみたいなのがあるみたいです。全然気づいてなかったけど、まあ時間もなかったしね。でこれで桂で同金でも同金でも、まあまあ銀が最善ではあって、詰め、いや詰み、ん、なんか寄せか、 あ銀打ってこれでここに角打ちがあるんですけど、まあどうすんのって言ってて、どうすんのこれ、捨ててくるってことか。で捨ててきてもね、これで受けがないんじゃないと言ってて、どうすんのこれ、こう打てば29角、あーそうか、29角例えば合駒してもここの地点受かってる、受かってないんでこうなるよと。それは簡単ですね、なるほどね。まあそんな感じの要請があってたみたいですね。ここで、まあ、縛っといて、ここに逃げる手を防げばそれでいいじゃないかと言っていると、うん、そうね、まあ、ここに打つのとここに打つのとやっぱ防ぐには強者打ちぐらいしかないんですけど、まあ、角打っといてって感じなのか。強者が2枚あればね、いや2枚あってもしゃあないのか、2枚あっても角打ってここに強者打ってもこの角のせいでこの強者が動けないんですよね。だからここに角とか金とか打って、これで詰みと。なるほどね、そうですか。まああと1分ぐらいあれば見えたかもしれん。まあ難しいね。はい、いかがだったでしょうか今回ね。今回なんだっけ、
あ、そっか、ミレニアムか。ミレニアム対、まあ、四賢飛車の戦いだったんですけども、まあ、参考になる手が一つでもあれば、大変嬉しいございます。ということで、グッドボタンとね、チャンネル登録してもらって、次回も楽しみにしていてください。ということで、今回もお疲れ様でした。お会いしましょう。